ぴょんぴょんぴょん。とにかく今は64と68、はあ、これがもう秋にはリリースされますんで、はあ、はい、ここからどんどんコンクルージョンモデルに揃えていって、何年かかけて揃えていってもらえればなと思って、楽しみにお待ちください。ちなみに小森さん、はい、あちらになんか、はい、青年がいるんですけど、はあ、ちょっとご紹介していただけませんか。青年です。まず小森さん、こんなところで、はい、何やってるんですか。日向ぼっこ。今年夏はちょっとほら、いろんなことがあって、夏祭りもないし、はい、花火大会もないし、ビアガーデンもないし、はい、暑いのだけが体験できるっていうね、素晴らしい夏になってるんで。なんか今ね、うん、小森さんの新しいコンクルージョンのロットを紹介、はい、使う？いや、僕はほら、僕も僕でイーサを使わせていただいてるんで、ね、うん、まあなんかちょっと今解説聞いてて、僕ほらゲイリーの山線香紹介します。大好きなんですけど、ゲイリーの山線香大好き、はい、ゲイリーファミリーのエジリープロです。エジリーユマと申します。よろしくお願いします。ファミリーでちょっと一緒になって、若手のプロの中でものすごくその活動意欲というか、そういったものを含めて期待をしているプロで、そのまああえて年が離れてるんで上から言わせてもらいますけど、まあ次世代を担っていくプロだなというふうに期待してます。そのエジリーさんです。はじめまして。いつもまあ、小森さんから基本教えてもらうことって基本怖いことが多くて。何それは、ね、釣りのことなんても教えたことないよ。いや、釣り、まあ、釣り以外のこと結構なんかね、すごいもう僕の中でこうやって話すのも怯えちゃうぐらい。いつも脅してるみたいに言うんじゃないよ。いや、いつも脅しです。だって年間ね、トップ50 3回取ってるし、クラシックも勝ってるし、そう、勝つために必要なことは彼に結構伝えていきたいなと。まあ、すぐに全部は伝えられないんでね、ちょっとずつ、はい、まあ、勝手に吸収していこうと思って。 それが一番いいね、はい。ゲイリーファミリーっていうと、それぞれ小森さんだったらレッグワームとか、いろんなみんな各プロの人技持ってるじゃないですか、はい、何が一番必殺技になってくるんですか、はい、いや、僕が多分小森さんと同じようなね、レッグワームとか使おうとしても、レッグワームリグっていうのを小森さん作っちゃったぐらい、絶対もういくらやっても30になっても多分かなわないと思うんで、まあ、僕は山線香、おお、まあ、線香、山線香いろいろ種類あるじゃないですか。2インチ線香、2インチからある、上は7インチがあったりとか、あるね、種類多いね。そう、種類が多いんで、プロ線香っていう、もう線香のアイデンティティがどこに行っちゃったか分かんないのもあるもんね。まあ縦で誘えるプロ線香があったり、うん、まあ、あとはね、スリム山線香とかも横でも誘えるし、はい、まあ線香ね、ゲイリー左右上下対称のアイテムがゲイリーでは線香と名前がつくんだよね。名前がついてますね、うん、今、はい、まあ、2インチ線香にしてもね、さっきずっとこの夏は桧原湖にいたっていうか、うん、スモールレイクにはもうその必須なアイテムがあったりとか、うん、まあ、3インチパッド山線香とか、ノーシンカーで使っても僕は大好きなんです、ね、3インチパッド山線香は僕もトーナメントではここではものすごく、そうですよね、まさくらの時もリクアームかどっちかっていうような、はい、ここリクアーム引っ掛けちゃうだろうみたいなオーダーは絶対もう3インチパッド山線香、そうですね、多分僕唯一多分小森さんと同じリグしか使えないってなった時に、線香だったらなんとか小森さん言ってるよ。まあ、1回もまだ1回もやったことないんで、今日今日出る、今日出ます、今日先行対決しようか、先行対決します。いいよ、俺ね、じゃあ今日明日ルアマガさんの取材で今日ちょっとね、はい、ポイントを見て回りたいんだけど、はい、もういいや、じゃあエティレとの対決にしよう。あ、わかりました。でもし対決ってまあまあお互い、僕はこう先行使います、はい、小森さんはどう先行使うのかなっていうのすごく気になるんで、最千葉と山先行は脳進化で打っていくだけだよ。いや、ここで言っちゃったらつまんないから、やっぱ、いや、もうだってそれはだってずっと今まで出したところにも公開してるもん。だって使い方っていろいろあってね、はい、よく聞かれるのと、よくお客さん、はい、ゲストさん来てガイドでやってて、線香打ってくださいって、はい、その先が全然一人と違うじゃない。まあそうなんですよね、着眼点も違いますもんね、うん、見るところが。それをちょっとじゃあ注目して、そうですね、エジリ小森線香対決、イエーイ。ただクソ暑いんで、そうですね、時間を決めよう、1時間、1時間は結果出ないかもしれないから、2時間で、やろう、はい、うん、まあちょっとじゃあ僕も、まあ、小森さんの線香の使い方をちょっと勝手に吸収しようかな。じゃあ、いやー、線香持ってきてるから、ね、僕今日線香しか持ってきてないんです。あ、近っ、好きだな、相変わらず線香大好きなんだ、ほんと。エジリ君と、エジリ君の大好きな山線香対決をしていきたいと思います。はい、エジリさん、はい、先発は4インチ山線香の
ダークブラウンブルーギル。色は一緒ですけど、僕の先発は、サインチバックヤマ先行の進化の逆付け。逆付けっていうのは、実はキーなんですよ。どうキーかっていうと、飛距離とか。飛ぶようになるんですか、逆付け。そうですね、やっぱピッチングしやすくなったりしますね。あの重心が後ろに行きますからね、飛距離も出せるようになる。であと沈むときにバックスライドじゃない、まあ、これちょっと軽いネイルシンカー入れたらバックスライドするんですけど、これバックスライドは目的じゃない、じゃないんですけど、ストラクチャータイトに落とせる、はい、という感じで、お互いの先発が決まりました。風向きがこうだな、この足から打っていこうかです、ね、よし、行きましょう。釣ってくださいって言われる取材が一番嫌って知ってました。もうそろ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 45アップ欲しいです。45アップ欲しいです。これが前から全然違うところ。だから一番いいポイントの入った時に、船を動かし上げる時に、はい、インコタクトというとペラを回してるような段階、要は船進んでないけどペラが回ってる段階を作ってなきゃいけないんだよね。川に入ります。牛乳河川。はい、牛乳河川。試合のプラとかじゃないんで上まで行っちゃいます、ね、これ何川ですか。これ夜越し川。あー、本通り今日ここで夜を越しますんで、お願いします。そろそろ釣って大丈夫ですよ。あ、もう小堀さん、あー、小堀さん、はい、爽やかな会話お願いします。爽やかな会話お願いします。小堀さん、爽やかな会話、カメラ回ってます。先行、山先行、山先行。いいですよ、脳進化落とすだけ。落としてボトムでちょんちょん、ちょんちょん、ちょんちょんが分かんないんだよね。ちょんちょんっていうのは、僕はラインスラックを弾くから落とします。これ近いですか。いや、でもこれくらいじゃないですか。霞水池だったら、はい、こんな近くていいんだ。まあ、もっと話すときは話すんですけど、まあ、なんかもっと手前をクルーズしてるの見えるとか。はい、そのちょんちょんを見てみましょう。はい、ちょんちょん。でもまたフリーフォール。ちょいちょいちょんちょんだね。ちょいちょいちょんちょん。ちょいちょん。で回収。ちょいちょんパターン。で、ああいう横のところはもう後ろから先に割れたキャストで。これってさ、上向いたらさ、はい、上見えるかな。見えました。もう見える、空見えた。あ、本当だ。人が覗いたら怖いですね。怖い。人だったらいい。昔からさ、はい、こう物事ってさ、はい、栄光必須じゃない。はい、でもそれを繰り返すってさ、はい、思うとさ、人って愚かだなって思わない。はい、同じ過ちを何回も繰り返してる。俺はトーナメントだとそうなりたくないのよ。はいはい、強くなったらその力がずっと強いままでいたいのよ。はい、無理かな。なんだろうね、でもやっぱりさ、年とともにはしょうがないと思うんだよ。これは誰もが、うん、エコ水水の中では絶対そのかかってくる部分なんだけどさ、うん、メンタル的にさ、うん、まだ全然やれるのに1年2年残っちゃう人とかは目的が違うところ浮いちゃってるのかもしれないけどさ、はい、まあ野球とかそうじゃん、去年3割打ったのに今年2割5分しか打てなかったりとかってさ、なんか原因がもっともっと弱いところにあると思わない？はい、今こう釣り子 TV さんのせいでいろんな人に嫌われちゃってるからさ。誰に好かれようと思ってないんで釣り全然 OK だ。田中さん、あと10秒で天国が来ますよ。待ってます。でもここで、あっ、なんだ、寝かかった。あ、田中さん、天国あと3秒で終わります。もう終わってます。終わってますか。大丈夫です。日陰がだいぶもう涼しい時代になってきましたね。だんだん、なんか昨日の朝とかも、雲は秋っぽかったっすもんね。夏は秋っぽくても暑いんだよ。そう、でも夕方涼しいっすよね。台風9号やばいだろ、あれ。あれやばいっすね。 LINE にさ、バイト出んの？ LINE にバイトが出るときもあれば、持ち上げたときに、持ち上げてたときに、あの生命感伝わってくる。あとはコン、たまにコンってありますよね、ボール中。4インチだとさ、はい、霞水域だとコンってあんまり少ないよね。少ないっすね。コンがあるね。はい、基本はなんか、僕エスカレーターって言うんですけど、ラインが本当に入ってくる。ああ、俺あれ嫌いなんで、そこでバイト取りたくないんで。
あ、まあ、だから、なんだっけ、まあ、このぐらいで濡れたものシーンがたかったときはそのバイト取りたくて、はい、あ、バレた、あ、食ってたんですか、食う瞬間まで見えた、今もう手前、こっち走ってきましたね、糸がさ、ちょっと絡まっちゃって、はい、やばい、きっと打たれてしまった、点が入ってないでね、はい、ちょ、今ね、ポールと同時に食ったように見えたのよ、はい、で、取ろうと思ったらウォーターひまわりをこうぐるっと回ってこういう状態で引っ張ってたから、はい、友人になっちゃったことですね、友人になっちゃったんですよ、友人工事だ、友人だったんで、ミスが出るたび小森さん、はい、CM みたいにコンクルージョンって入りますよ、コンクルージョン、それコンクルージョン、イメージ悪くなりますね。ちょっと釣っていただかないと、鉄板でいきましょう、コンクリートじゃなくて。だいたい先行対決誰も釣れないじゃないか、ドローですね、これ完全に、ドローだったら俺の勝ちなんだよ、どういうことですか、マージャンと一緒、ドローだったら親の勝ちだよ、あははね、田中さん、ドローだったら、はい、お蔵入りになりますよ、小森さん、さっきのちゃんと釣っとかないといけないやつだったんじゃないですか、いや、そんな感じじゃなかったんで、なんでちっちゃかったですね、あ、小さいやつだった、食わないですよ、これ死んでる、バスで、小森さん乗った時調子悪いんだよな、小森さん浮気したことあるんですか、これがあるわけないじゃん、ねえ、田中さん、あ、はい、あるわけないじゃん、うち仲いいですよね、あ、なんだかんだ言って仲いいですよね、うちは、いや、俺最後に見た時はすごい壮絶な喧嘩別れしてあれ二度と口も聞きたくないみたいな、あ、いや、でもその後小森さん家に行った時はすごい仲良かった、小森さんなんで結婚しようと思ったんですか、え、一人ぼっち死にたくないから、それ以外ある結婚の理由なんて、そうない、一人ぼっちで死ぬよ、結婚しないと、はいはい、死ぬ時も一人ぼっちだよ、老後になってさ、友達作る気力もなくなってさ、家でパソコン見ててもさ、一人ぼっちだよ、面白いなこれと思って、ねえ、これ面白くないっていう人もいないんだよ、なんかすごい考えてますね、小森さんって、やっぱだってなるだろ、そういう風になる、そういう人見たことあるでしょ、あります、忘れそうだな、何事だったら先を見たい、や、小森さん先を打たれると、そういうところに先を打られて釣られたら悔しいからさ、潰してやる、ひどい、釣ってやるじゃん、潰してやるって言いました、今だんだんやっぱ釣れないとこう言って割れ先キャストが増えてきますね、釣れなくないんだよ、釣れないだけだよ、まだ遠慮して、分かってないな、後輩君、さっき結構本気で、あれでしたけどね、後輩君分かってないな、田中さん、ちょっと世の中の厳しさを教えてあげてもらえますよ、この20代に、いや、ちょっとゲイリーのトッププロのお二人だったら、そろそろちょっと一匹お願いしたいんですけど、あのね、田中さん、小森さん、どんだけゲイリーのトッププロでも、ゲイリーじゃないトッププロでもね、天候や季節を進ませることはできないんですよ、僕はもう喋ってるのが限界、あれ、ここシートファイル真ん中入ってませんでしたっけ、入ってる、危ないんだよね、はい、どうやってんの、多分こっち行かないと、あれ、売れないと思います、ね、はい、これもその記憶がある、トライコンはかわいそうだったな、186ですね、そう、あれほどかわいそうな運命になったバスボタンないから、あっ、やっちゃったー、コンクルージョン、コンクルージョン、コンクルージョン、そう、ないな、ちっちゃかったな、ちっちゃいでしょ、あー、すごいちっちゃかった、ここまで2倍くらい、30cm ないと思いますよ、うん、分かる、私30cm ないもん、うん、いや、今日キーパーないんでお願いします、本当にこの2人、トッププロ25とかでいいんでお願いします、うわ、超つるつるストーリー、あ、やべ、カッパか、はい、カッパなら捕まえますよ、ネジに弱いでる、カッパどういうことですか、行ってこい、田中さん、カッパ所望だ、カッパ、あれ、キュウリが好きなんじゃなくて、はい、キュウリって鳴くらしいんですよ、キュウリ、キュウリって鳴くんですか、だから、キュウリが好きだってイメージらしい、へぇ、福島の友達、その呼び知識もらっても本当かどうかも分かんないしねえ、その呼び知識いるやっぱ二人ともそこのアングイに同時に入れてくるんですね、やっぱみんなプロの人はヘジより僕の方が発見率が高いんですよ、そうですね、前にいるから、はい、先にだとこういうとこ
時はでも投資にシュッと入ってったからこれは田中さんきついですよ今日は。はい、おっしゃ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 やばい、つられた。完全にラインが走りましたね今ね。頂上決戦、先輩よし、コンクルージョン、コンクルージョン、コンクルージョン、ラインが走りましたね今ね。頂上決戦、先輩よし、コンクルージョン、コンクルージョン、いやさすが、ね、これは先行の3インチ、3インチファット山先行、ファット山先行で38ぐらいありますねこれね、ないな30センチぐらい、いやでもポリポリしたナイスフィッシュですよ。はい、あれ、いやありがとうございます。だって今抜こうとしたのにブロックしたでしょ悪いやつだ本当に。これサイズはまあ、まあ、目測で65ぐらい、はい、絶対ないな。追い詰められました。あれ、帰りのストロークでいけるか、3の勝ちじゃねえかこれ。4ダメっすかね。どういう状態だったんですか今の。いや分かんないっす。あれ白かった白かった暑いのに白かったっすね。うーん、なんすかね。白いバスってのはどういうことが考えられますか。多分そういうのは小森さんに物理的に、生物学的に先輩に聞いてみます。はい、お願いします。僕ズバリ言いましょう、攻撃的だったら白くはならないです。あ、攻撃的じゃない状態にある、要は狩りに出てないバス、何かにじっとしているとか、あるいはそういう水の状態が悪くて餌が食いにくい状態っていう時は色が比較的白いかなと思ってます。だからコンディション良くないんです、それは間違いない。あとは急に冷水が入ったり冷たく水が入った時もああいう色になっちゃう時があります。まあ、正直まあ人間で言うと顔色悪い、そういうレベルの 白さと思ってもらったらいいと思います。顔色悪いねどうしたの、いや水が濁ってるからさとか、顔色悪いねどうしたの、いやもう最近餌食う記憶なくてさとか、そんな感じだと思ってもらっていいと思うんですよね。それが白いバスだから、おいいとこ投げるね、白いバスが釣れたっていうことを考えるとこの川のコンディションは今良くない。ただそれがまあ全てじゃないですから、他に黒いバスもいるかもしれないからまだ分かんないですけどね。あと僕が基準にしているのはバスが引くかどうか、今かけた魚って、まあ、魚ちっちゃかったから引かなかったけど、えらい走ったじゃないですか、はい、あれぐらいアクティブに動いてる魚っていうのは比較的元気ではあると思うんです。だから元気だけど白くなってるっていうところが一つポイントかなと。で今ちょっとまあ、エジ君と僕使い方一緒なんですけど、沈めてボトムについたかなっていうぐらいでちょんちょんってやってるんだけど、さっきからちょっと長めのステイを取りたかったんですよ実は。なぜならライブスコールでバスっていうか何か映ってるんですよね、投げてるところに。だから食わないんだったら止めてみるかっていうのがあったけど、後ろからどんどん打ってくるからちょっとね止めきれなかったんですよね。でも今完全に沖の杭投げて止めて、こうやってる時にラインがこっちに走ったんで、ステイが効くんじゃないかなっていうのが今得たヒントです。でそのステイと白い魚っていうのがまたリンクしていくんで、はい、ひょっとしたらこれはもう一匹ぐらい釣ることができる条件を引っ張り出したんじゃないかなと思ってるんで、まあそれをでもこうやって聞こえるところで口に出しちゃってることは問題がいやでも一匹からそこまでなんていうか見えてくるんですね。考えますよ、釣れなかったらいろんなことを考えると、釣れたらもっといろんな材料が増えるんだから、もっと考えが広がるっていうのが本来なんで、じゃあすが若手にちょっとガツンと言ってもらいたいですね。お願いします。バックシートからでかいの釣ったらガツンだ。そうなんですよね。でも先輩を立てることもやっぱ大事かな。もう立てられてるのか俺やばいなぁ、小森さんに負けちゃうなぁ。4インチだから一発出たら分かんないですよ。ただ4インチのボディと3インチファットだと3インチファットの太いんですよね。同じぐらいかな、でも4インチのちょっと細いかな。3インチファットの太いですよね。うん、だから多分ね、そのバスに対するアピールっていう意味では3ファットと4って僕の中でそんなに大きく変わらないかなっていうのはありますね。だって3ファット僕が使ってると4じゃないのって言って、俺は4しか使わないっていう人結構何人も見たことあるんで、はい、いや分からないんですよね。僕は3ファットが好き、ね、ちょっと太めが好きですけどね。ああ、それはただ好みの問題ですよね、はい、これね3インチファットの方が4インチよりも僕の経験ですよ、はい、コンっていうバイトが多いんですよ、霞水系特に。でね、
コンっていうバイトで取りたいっていうのが一つあって、カスビの魚って、それでエイジル君はすごい経験あると思うんだけど、この水域の魚って意外とかけてから手前に走ることあるんですよね。で、それがものすごくバレる。手前に走らせないようにしたい。あるいは手前に走ってもキャッチできるボートポジションにルアー入れていきたいんですよね。で、まあその時にしっかり口の中にルアーがあったらフッキングさせやすいと思って3にしてるっていうのは、実はちょっとあって。なんで、リールハイギアにするとかも効果的ですか？これハイギアですよ。ギア8なんで、これ以上のハイギアってないじゃないですか。はい、あるんだけど、ピッチングできないですよね。あ、ロケットとか。レボビーストとか。はい。あの辺のギアだけ移植して銃とか作りたいんだけどね。凍らせたまま揉んで飲むタイプのポカリスエット、アイススラリー。もう溶けてるよ。飲めないだろ。OK です。はい。まあ、この霞水系ね、今日、まあ、こんだけ、まあ、35度を超える気温で、こんだけ炎天下の中だけど、やっぱすごい釣り人来てるんですよね。おかっぱりの方も多いし、で、まあ、こんだけの天気で、まあ、正直もう釣り諦めるぐらいの気候じゃないですか。でも、こんなちょっと1、2時間ちょっとやろうかって言って、釣れるんですよね。ちゃんとやってれば。別に難しいこと何もやってない。誰でもやりそうな、こんなコンクリートのストレッチで。サイズはちっちゃかったけど、釣れる。何回か2人も当たりがある。あのね、まあ意外と、オーソドックスかもしれないけど、線香投げとけば間違いねえっていうのは、ありますよね。もっと数釣りたいんだったら、多分レッグワームの、ショートダウンショットとか打っていけば、あのサイズが多いんだったら、もっと食うかなとは思いますね。サイズを一気に、はい。キッカー狙いに行くぞっていうと、ゲイリーファミリーの中だとどんなワームが、あの今先行4と3で展開してて、そこからもう一個サイズ上げてこうかって時は、オオサンショウウオとかなんか、サンショウウオもいいんだけど、僕はね、サイズ上げたかったら、そうね、それ俺小森さん気になってハガーかな。あー、うん、ただ試合で使えないじゃないですか。あ、はい。サンショウウオは釣れるんですよ、ノーシンカーで使うと。だけど、はい、アプローチがロングキャストの釣りなんですよ、あれって。はい。なぜなら、カバーにタイトル打っても、竿を立てたらこっち向いて、こっちにシュッと動いちゃうんですよ。あ、やっぱもうちょっとカバーに絡めたいじゃないですか、はい、この水系の釣りって、はい、ストラクチャーに。はい。なると、サンショウウオを使うとしたら、フリーリグとか、テキサスリグっていうリグになっちゃうんですよね。でも、テキサスだったら、多分クリーチャーの方が、僕は実績もあって。この水系だったらクリーチャー使うかな。で、まあ、モコリクローでもいいんだけど、モコリクローで普通にブレイクの下とか狙っていくっていうサイズアップのさせ方もあるんだけど、ロケーションが変わらないとした時にサイズアップさせたいって、ルアーチェンジでっていうんであれば、あと何使うかな。先行の 5?6? ダブルテールとか。あるね。ダブルテールとか。ダブルテールグラブね。はい、の6インチだっけ ?6 インチジャンプ、そうですね。うん、6インチジャンボのダブルテールとか。あ、いいですね。あと意外となんだけど、トリプル D シャット、シャット、あれも意外とあの素早い動きができるんで、でかいバスに見切られる前に口つかせられることができるんで、先行よりも山先行よりも優秀ですよ ね。ダートは優秀だね、はい、リアクションで食わせるならあっちだよね。あっちですね。もうちょっとボラの稚魚食ってんなとか、そんな雰囲気。そう、落とした後のツイッチでパンって食ってくるときは、そこルアチェンジしてやるとサイズアップできたりするときはあるかもしれないと。いいですね。セイジーさん、こうやってね、釣りがしてたいんですよ、この人ずっと。はい。見ててわかるでしょ。釣りちょっと抜けてますよね。え、釣りが好きだよね。釣りが好きですよ。いや、僕が20代の頃だったら分かるけど、もう40代でここまでガツガツ、暑いのに出るんですかって思うんですよ。早く行きましょうよって思っちゃうんですよ。もう汗ベトベトになるから、今日は家外に行きたくないって思うんだけどね。そういう気持ちないでしょ。はい、バレちゃったな、俺のがうまいってことが。いやー、うまいですね、やっぱ。ね、うまいから釣ったって感じじゃなかったけど。いやいや、サイジリさん、はい、山線香対決、はい、僕の勝ちでよろしいですか？人気王はなっちゃいます、ね、まあちょっとしかやってないし、時間も、まあ、カバの中であの小さい魚でしたけど、はい、まあ、でもこうやってちょっと出てちょっとでも釣れるからいいね、この水系もね。ね、やっぱ困ったら山線香、山線香
小森さんみたいないろんな使い方ができるのもでもステイだったからね、ホールだけじゃなくて止めても食う。本当は時間があったらフリーリーグを見てみたかったんですけど、ちょっとここはまだ僕の心の中に置いておきたいと思いますこれ以上まだ内緒、まだ内緒にしたいと。今度じゃあ公開してください、はい、じゃあこの後マスターズのプランにのじり子に行くそうなので、そうですね、はい、いじりさんを送り届けたいと思います。まあ1時間ちょっと あのお釣りでしたけど、いろんな話をしながら、まあ先行山先行対決、はい、またやろう、やりましょうね、ちゃんとレッグアム対決はしないよ。レッグアム対決は、はい、うん、もうやる前から俺の会社だからそれ間違いないっすわ、うん、レッグアム山先行対決はぜひまた、はい、ちょっとやりましょう。じゃあリベンジ戦を楽しみに、はい、はい、では戻ります、戻ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあここでいいかい？全然大丈夫です。向こうまで行った方がいい？いやいやいや、ここでもここでもここでちょっと厳しいですか？付き合い切れます？わかんないです。